あの毎日破損があったりしたら、うん、本当に大変だと思うんですけど大変です海外だと日本はないんじゃないかなと思うんですけど、はい、海外はあったりすするんですかねそうないでしょそう,いう,うそうそうないけど結構やっぱり向こうの,あの油絵はさまあまあ頑丈だからさ、うん、あの扱い見てると。 割と心配にななるるぐらいいのの存在の扱いしてるよああそうなんですね、うん、俺前にあのオルセーに取材に行った時何年前のもう10年ぐらい前なのかなそれでも10年前だよ。あの展示会の日にさ要するに取材が入ったわけだよ。だからやってる間ずっと展示会やってるんだよ。 で面白いから俺待ってないけどそれずっと見てたけどさ、うん「おいおい」っていうぐらいさ「<laughs> マジですか?」っちゅうぐらい、えー、ず存在だったよフォークリフトで「フォークリフトかよお <laughs> い」と思ってもうボトンみたいな <laughs> もう学校学校で「<laughs> おい積んじゃうの?」みたいな「積んだ今」みたいなフォーク 発泡スチロールですよねんいや、<と>裸でだよ裸裸,裸あの館内の展示会だから館内しか移動しないじゃん、はい、もうなんかさ緩衝材とかもしかねえでさへ<ー>積むのかよ<ー>みたいなこちらだとありえないですね、うん、ありえないよ <laughs>